こんにちは。風船愛好会です。今回はね、これ猫ちゃんですね。一本でできます。ちょっとですね、こことか、まあ、基本的に犬みたいな作り方なんですけど、ここのとことこの下のこの付け根ですね。そこがちょっと、ポイントになるかと思います。ではですね。行ってみたいと思います。この色で、2601本ですね。なんちゅうんだ、ここを結構取っておきますので、ここ首のところに行くんですけど、単より長めに取ります。それで、途中もですね、ちょっと、ワープじゃないんですけども、潰していきますんで、ちょっと負担のよりも長めにということですね、取っていただきたいと思います。で、いくつなのということでですね、こういう、見えるか。16センチですね。で、これぐらいっつってね。はい、じゃあ測りましょう。8ですね、8。これ見えねえな、ね、はみ出んのかな。映ってればラッキーね、8で折り返します。当然だから、当然同じ長さですね。あら、下手ですね。こういうですね。でしっかり入れて置いて、次ですね、柔らかめにしていただいて、同じく8センチですね。同じぐらいのやつで、ここですね、ポイントは耳をですね、こう潰して紐状にしていきます。こういう感じですね。それで同じく8センチですね。ということですね。で、これをここにはめます。こういう感じですね。それで、こいつとこいつで、これをまた紐状にして、こいつと、絡ませて、真ん中に持っていきます。ということで、ここで真ん中に出します。しっかりここやっといてくださいね。じゃないと外れちゃいますので。不安な方は、結んじゃってください。で、このように真ん中に来ます。あとは首なしの、ワンちゃんというか、四つ足ですね、これもどれぐらいでしょう。6ですね。6センチ。で、前足。そして胴体が同じく6ですね。で、後ろ足も同じく6と。
ということでこういうふうになりますね。それでですね、これはあとはまあ尻尾はですね、どうでもどっちでも抜けていただいて、あれだけね、余裕を持ってたんですけどいっぱいになっちゃいましたということで、かなりここあのいろんなところで使っ、風船を、浪費浪費って言ったら変ですけど使ってますんで、空気がどんどんこっち来てますんでこういうふうになります。それでこれをですね、こっちとこっちをこう中に寄せていくんですね。でそのためにこれをやってるわけです。こう要するにこれがないとこういうふうにくっついちゃいますんで、それがあるためにここが広がると、広がって下が入りやすくなるということです。でこういうふうに、なんていうんですか、お耳がですねこうまっすぐ立つと、いうことになるわけです。で最後はちょっとねお絵描きをして終わりと。まあここはお好きにお描きになって、さっきと同じように描きましょうね。ということで、猫さんの完成ということになるわけですね。じゃあ、ちょっと今作ったやつを、はい、ということで猫ちゃんの完成、こんな感じかな。はい、こうか。はい、猫ちゃんの完成でした。風船愛好会でした。またお会いしましょう。